借金いっぱいあのあったらマグロ漁船で働かされるってあるじゃんあれねあの本当にあるのかって話だよねいやあることはあるんだけどもマグロ漁船で働くのってね結構難しいんだよマグロ漁船っていうのは当たったら稼げるんだよねあの一人当たり本当に一千万ぐらいポンって入ってくるらしいんだけども、えー、マグロ漁船ってこう船がちっちゃいじゃんでそこの中であの少ない船員の中でマグロ釣らなきゃいけないからさ。 まあ、はっっきり言って邪魔になるやつにたらダメなんだよ。だから借金まみれだったらマグロ漁船に乗せるっていうふうに言われるんだけどもそうじゃなくて借金まみれになってそいつが体力もあって目端が利いてよく動けるやつだったら。 マグロ漁船に乗せて稼ごもともとんかこうそいつはダメなやつでろくに喋れずにグズグズしてたらマグロ漁船ななんんかに乗せたら、ね、邪,魔で邪魔でしょうがないんだよ。今はどうか知らないけどさ昔からあのマグロ漁船って人が途中であのいなくなるので有名でさ <laughs> 遠洋漁業行って帰ってきたら船員が一人か二人いないっていうのがよくあったんで,でそれはあの海の上で一本釣りで釣るっていう体制が昔あったからさだから海の中にこう落ちちゃったらもう見つけられないというのがよくあったんだ。なので まあ、ぶっちゃけですなあの嫌われてるやつとか働かないやつっていうのは海に落とされちゃうわけなんだよなでもそんなことしちゃったらさマグロ漁船にせっかく借金を返させるために乗せたのに帰ってきたらあ,あいつ落ちちゃったよって言われたら借金取り返せないじゃんだから結構大変なんだってあの借金取りがマグロ漁船に送り込むのにまず船頭を選ばなきゃいけない船頭で,でよくあのちゃんとした船頭っていううに言われてるのは事故を起こしたことがない船頭っていうのが。 あのいいなんだどういう意味かっていうと事故を起こしたことがないっていうのは。 このの事故いいううは、つまり殺人っていう意味なな。んだよな <laughs> ぶっちゃけて言うと、えー、自分の人格とかで、えー、マグれ漁船の中をちゃんと閉めてたからそういうことないダメなやつはダメなやつでちゃんと教育してみんなにこいつの面倒を見てやれというふうな形でちゃんと運営してきただから俺の船では一回も事故いわゆる殺人がなかったんだみたいなやつでさでそういう優秀な船頭がいくら金積まれたからって言って借金にさまみれてもうダメダメなやつっていうのを船に乗せるのかったそうじゃないんだ。だから、マグレ漁船で、 あの載せられるっていうのはあったはあったんだけどもやっぱ最近それないらしいんだよな。